皆さんこんばんは。こんばんは、りょうかです。はい、そうですね。先ほど、りょうかの一人ごとがですね、YouTube で生配信が終わりましてですね、今からりょうかの一人反省会ということで、そうですね、反省会をしていきたいなと思います。はい、いやー、そうですね、まあ、昨日東京、昭島森タウンさんにて、PCF のアルバムリリースイベントがですね、始まったんですけども、お越しいただいた皆さんいらっしゃいますでしょうか。もしいらっしゃいましたら、コメントで教えてください。はい、すごい、たくさんの方に来ていただきましてですね、本当に僕たちもめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、いますか、いらっしゃいますか、どうでしょうか、どうでしょうか、いらっしゃいますでしょうか。あ、来ましたね。あ、行きました、行きました。いや、嬉しいですね、ありがとうございます。いやーね、本当にこうすごい、ある意味こう感慨深い一日になったなっていうのも思ってまして、まあ、本当に僕たちはどちらかというとこう先輩方のああいうリリースイベントとかイベントを見に行ってた側のメンバーが、まあ、ほとんどなので、なんかこういざ自分たちがするとなんかすごいちょっとなんかこう照れもありながら、なんかでもなんか本当にすごいことだなと思って、やっぱこう来てくださる皆さんがいるからこそ、応援してくださってる皆さんがいるからこそ、やっぱこう実現することでもあると思うので、いや本当にすごい楽しい一日になりました。はい、もちろん僕たちのことを、応援してくださってる皆さんだったり、まあ、まだ僕たちも知らない方にも、なんか僕たちの良さをもっともっと皆さんに知ってもらえるように、これからも頑張っていきたいなって思ってますので、なんかまだ悩んでる方がいらっしゃいましたら、なんかどうしよう、行こうかな、どうしようかなみたいなありましたら、なんかぜひ一回でもいいんで来てもらえたら嬉しいなって思ってます。もちろんミニライブっていう形でパフォーマンスもさせていただきますので、すごい楽しめる内容になってるかなと思うので、ぜひお時間が合えばぜひ来てくださいということで、そうなんですよ、この後21時ですね、21時か、あと30分もないんですけども、これはどこで解禁されますかね、情報は。僕たちのモバイル LDH モバイル公式の LDH レコーズ、LDH モバイルだったり LDH レコーズの、SNS ですね。で、21時に、リリースイベントの、追加の、詳細が発表されるみたいですよ。はい、そうなんですよ、まだ3カ所しか発表してませんので、もしかすると皆さんのお住まいのお近くに、僕たちがお邪魔するかもしれません。今回はそうですね、結構すごいたくさんの箇所に行けそうな気がしますので、僕も先ほどこう見させていただいたんですけども、すごいワクワクするところがたくさんありました。はい、なのでぜひ皆さんに、たくさんの方に、お会いできたらなと思いますので、すごい楽しみにしております。昨日もですね、結構まあ場所は東京だったんですけども、東京以外のそれこそ九州だったり関西だったり東北北陸の皆さんも結構いらっしゃったりしてて、そうなんですよ、なのですごい嬉しかったです、本当に。でももしかするとその来てくださって皆さんの場所に逆に僕たちがお邪魔するかもしれないので、その際はよろしくお願いします。はい、気になりますこれいや、そうなんです。で、まあそうですね、先日ザ・サバイバルのグッズも発売がスタートしましてですね、結構もうオンラインだと完売してるみたいですよね。うん、なのでまだ多分会場とかでも結構発売はされてるとは思いますので、もし皆さん機会がありましたらぜひチェックしてもらえたらなと思っております。昨日のリリースイベントでも結構 T シャツを着てたり、グッズを身につけていただいている方もすごいたくさんいらっしゃって、あとはこの僕ら結構チームカラーが、まあ、緑なんですけども、
なんていうんですか、結構コーディネートを緑にされてる方もいらっしゃったり、ワンポイントだけ緑だったり、上だけ緑のなんか身にまとってくださってる方もいらっしゃったりしてて、なんかすごい会場中がすごい華やかで、ちょっと緑っぽかったなっていう印象もありました。はい、なんかすごい嬉しかったです。なんか、はい、僕らも多分そういった公式グッズもこれからどんどん増えていけたらなって思ってますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、これ僕です。はい、どうですか、いいですかね。いや、そうなんですよ、嬉しいですね。なんかちょっとせっかくなんで僕喋りすぎちゃうんでコメントをちょっと見ます、すいません。基本的に配信ではですね、僕一人でお話ししてますので、すごいちょっと喋っちゃうんですけども、コメント見たいなと思います。はい、ですね、あ、でもやっぱですね、結構九州来てほしいとか、福岡待ってます、九州ですね、鹿児島、熊本、茨城は来週ですもんね、で大阪と、そこまでは発表されてるんですよ。だから今週の日曜日までの詳細は発表されているので、それ以降になりますね。それ以降、もしかするとお邪魔するかもしれません。はい。まだ九州地方がまだ発表されてないので、もしかすると今日の21時に九州地方があるかもしれません。はい。21時ですよ。もうあと20分ですね。まあ、僕の配信もあと少ししたら終わってしまうとは思うんですけども、もしよかったらチェックしてください。はい。ですね。そうですね。ああ、嬉しいですね。まあ、結構僕らも、意外と、メンバー、地元が、なんていうんですかね、いろんな地方なので、なんか、やっぱこう、地元に行けたら嬉しいなーとか、思ってるんですけども、ねえ。ねえ。ねえ。嬉しいなーとか思ってるんですけども、行けたらいいなーっていうのは、僕らも常日頃こう、とスタッフさんに声で言ってるんですけども、それが叶うといいなーとかって感じなんですけどもどうでしょうか。はい、あれば嬉しいですね。うん、土曜日、あ、まあ、週末、そうですよね、匂わせっぽいですか。はい。いや、でもこれで会ったら嬉しいですもんね、絶対嬉しいですよ。結構何でしたっけ、まあ、昨日個別トーク会っていうものもやらせていただいてるんですけども、本当に5秒でこう皆さんとお話しさせていただいてるんですけど、思った以上にですね、皆さんとたくさんお話しできたので、めちゃくちゃすごい楽しかったんですよ、めっちゃ。で、なんか結構この僕の龍河の一言見てますっていう方もいらっしゃれば、龍河の一人反省会の方が好きですっていう方もいらっしゃったんですよ。まあ、僕的には全然嬉しいんですよ、もちろん。嬉しいんですけど、なんかやっぱこう、まあ、もしかして用途に合わせて、やっぱ見やすいのかなとか、あと、まあ、僕、まあ、8時から配信するので、まあ、やっぱ8時半以降とかの方がもしかしていいのかなとか思いながら、でもなんかこう、普段やっぱりこう、コメントとかでは、なんか、会話できないようなコミュニケーションとかもできたりしたので、なんか、もしこう、なんか、あの人にあれ聞いてみたいとか、なんかこういうの聞いてみたいな、みたいなのあったら、ぜひ皆さん、お越しの際は考えていけると、なんかこう僕らもすごいワクワクするので、もしよかったらお願いしますって感じですかね。はい、いや結構面白かったですね。なんか結構あとはメンバーのそういったこういいところはとか、なんか癖はとかもありましたね。はい、まあ、あんま僕がこれ喋りすぎちゃうとちょっと聞くことなくなっちゃうんでね、ちょっと控えたいなと思うんですけども、はい、結構僕たち意外とでもなんかすごい楽しかったので、はい。すごいラフな感じでコミュニケーション取れたのがすごい楽しかったですね、昨日は。はい。次は、そうですね。茨城と大阪、まず決まってますので、ぜひなんか、何かありましたら、ぜひ、はい、お願いします。はい。はい。はい、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 はい。はい。いや、嬉しいですね。結構中には本当にコメントにもあったんですけど、緊張してうまく話せなかったみたいな方もいらっしゃるとは思うんですけども、僕ら的にはもう来ていただけただけでもすごい嬉しかったので、はい、全然そんな緊張しなくていいので何でも大丈夫です。もうこんにちはだけでも僕ら全然全力でこんにちは返すので、
はい、何でもいいですよ、はい。メンバーも緊張してたよね。してました。もうまあ何回かにこう分けてやってたんですけども、最初の方はやっぱ緊張しましたね。僕らもめっちゃ初めてだったんで、まあ全員初めてですね、こういうの初めてだったんで、まあ、配信とかだとこうちょっとこう緊張も和らぐじゃないですか。どちらかというとこうコメントを見ることが多くてって感じなんですけども、なんかいざこう応援してくださって皆さんをこう前にすると僕たちもすごい緊張しました正直なんて答えようみたいなこと全然ありましたし、うん、でもすごいなんかこりゃ喋りの練習が必要だなって思いましたね僕は、はい、いやなんかこう普段一人でこうベラベラ喋ってるんですけど、いざこう人前にするとなんか緊張しちゃいましたね、はい、もっと頑張りますそうなんですよ。いやなんかあとはなんかすごいね、僕たちのそういう配信だったり見てる方も、見てるっていう方もいらっしゃいましたし、すごい YouTube の感想とかをすごい教えてくださってる皆さんもいてたりしてて、なんかこういう企画やってほしいですとか、なんか結構僕たちも覚えてたりするので、なんかこうもし次 YouTube の企画会議みたいなのがあればなんかそこで提案してなんかできていけたらなと思ってますので、なんか全然そういったなんかこう、こういうのをしてくださいっていうのも全然僕らは、はい、大丈夫なので、なんかそんなもう考えすぎずにラフになんか来ていただけたらなって思ってます、はい。やっぱ緊張しましたですよね、はい。あと一個ありました。ですね、僕そのまあ家が、まあ、兵庫なので、まあ、関西弁抜けないですねみたいなあったんですけど、で僕それに対してそうなんですよって返したんですけど、その時点多分もう関西弁じゃなかったんですよ僕それ、多分で、その関西弁の敬語っていうのは逆に難しいなと思ってまして、最近まあそのイントネーションは多分もしかすると標準語とは違うのかもしれないんですけど、関西弁で返そうと思ったらですね、思いつかなくてですね、全部僕多分昨日そうですよねとか頑張りますねとか、なんかすごい結局標準語で返しちゃってたんで、多分もしかするとお話ししてくださった皆さんの期待には応えれなかったのかなっていうのがあるので、まあ僕それがすごい昨日の反省点かもしれないですね、はい。ありましたね、僕それがすごい難しかったですね。なんか関西弁で標準、あ、関西弁をすごい丁寧に返さないとなと思ったんですけど、めちゃくちゃ標準語でした昨日は、はい。あとはですね、そうですね、サイフィーって叫んでくださいみたいなのありましたね、めちゃくちゃ。いや、でも嬉しいですよ、僕的には。でも、両サイドにまあメンバーもいてて、僕は多分急にサイフィーって叫んだらすごいびっくりするやろうなと思ったんですけど、何回か僕はここでやりましたね、はい。いや、せっかくなんか多分すごい考えてくださって、多分僕にそうやって言ってきてくださったんで、さすがになんか、いや、そんな恥ずかしいですよっていうのはちょっと違うなと思いまして、でも、ちょっと面白かったかもしれないですね、今考えてみれば。いや、すごい。その方すごい。いや、結構何人かいらっしゃいましたよ。あ、そうなんですか。はい。ヨガ君のサイフィー好きです。言ってくださいみたいな。いや、嬉しいなーとか思いながら、ちょっと、はい。恥ずかしながらやらせていただきました。はい。俺も好きやな。ね。いや、でも嬉しかったんで、はい。ちょっとそういうこともありました。なので、結構本当にラフです。すごいラフなので、なんかそんな全然緊張することもないですし、なんか考えすぎることもないので、なんかぜひ皆さん、もし、もしお時間とかありましたら、ぜひ僕たちと一緒にコミュニケーション取れたらなって思ってます。はい。多分意外とどんな感じなの、なんだろうと思う方も多分たくさんいらっしゃるかと思いますので、本当に、そうですね。これは振りではないですよ。はい。僕、まあ、できれば、皆さんとコミュニケーション取れたらなって思ってるので、はい。全然いいんですけども。でも、まあ、なんかこう、本当にすごい、何でもラフなので、っていうのを僕はちょっとお伝えできたらなと思ったので、はい。もしよかったら、もし悩んでる方もね、迷ってる方もいらっしゃると思うので、全然そんな恥ずかしがらなくていいですよっていう感じですね。で、あと結構、男性の皆さんもいらっしゃって、僕らもすごい嬉しかったですね。うん。そういうこと、グッズを身につけてくださってる方もいらっしゃいましたし、ちょっとすごい、ほんまに、中学生かな、小学生かなっていうぐらいの子もすごいいてて、なんか僕らからしてもすごいやっぱこう、同性の応援してくださっている方はすごい嬉しかったなっていうイメージもあるので、全然男性の方もぜひぜひ大歓迎でございます、はい。めちゃくちゃ嬉しいですよ、う
今ちょうど今コメントにあったので男性も OK ですかみたいな、はい、全然メンズ OK ですお待ちしております。はい、大好物。大好物どういうことですかいや待ってますよ、お待ちしてますよ、ね、もしかするとね、ちょっと恥ずかしいとか思っちゃうかもしれないんですけど、全然僕らも僕もよく言ってましたね、はい、メンバーさん入った近いみたいな、うん、あ、エグザイルさんだったり、そうですね、なんかあることあればなんか言ってたのを思いますね。ハイタッチ会リリースイベントとかも結構見てましたし、全然大丈夫ですよ。まあパッと見ね、もしかしたら女性のファンの皆さんも多かったらちょっと恥ずかしいなとか行きづらいなと思うかもしれないんですけど、でも全然そんなことないので大丈夫ですよ、はいそうなんですよ。で、まあ、お配りさせていただいたステッカーの中にもですね、ランダムで僕たちサインも書かせていただいたりしてたので、ゲットした方いらっしゃいますでしょうか。はい、そういったちょっとしたものをもうご用意させていただいてますので、もしよければお願いしますということで、もう21時です、あと10分後です。なので僕の配信はそろそろ終わりたいなと思います。はいいやーね、ですよね、はい、ですかね、リリーベ関係で言いますと。だからすごい、まあミニライブ僕たちももっともっとこう毎回ちょっと工夫しながら徐々にこうクオリティも上げていけるように頑張っていきますので、なんか全然そういった面でもすごい楽しみにしてもらえたらなと思っております。はい、そうですよね。あ、緊張しましたか。やっぱりそうなんですよ。この後追加発表でございます。はい、さあどこがあるでしょうかって感じですよね、本当に僕たちもできるだけ皆さんのたくさんの方の前でパフォーマンスができることを願ってますので、はい、僕たちもすごい楽しみです。今回だけじゃないですもんね、またそれプラス発表されますもんね、多分。そうですね、ですよね。第10弾ぐらいまで。第10弾まであるんですか大丈夫ですか。今僕配信してるんですけど回収してもらっていやいやいや、何弾まであるか分からないんですけども、でもまあ、今回、まあ、21時から出る分が全てではないということはお伝えできますよね。そうですね、はい、お伝えできます。それだけをお伝えできます。はい、なので全然もしそこになかったとしても、まだ全然他にこれから調整して発表させていただくと思いますので、全然そこでなかったと思わずに、ちょっと多分あることを願っていてもらえたらなと思ってます。はい、楽しみですね。はい、もうサバイバルももう始まりますからね、6月3日から始まりますので、皆さんにお会いできるタイミングが増えて僕たちはめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということで、もう間もなく21時から、発表されますので、ぜひ皆さんもしよかったら、LH モバイルやレコーズの SNS をぜひチェックしてみてください。ということで、リョーガの一人反省会は、この辺で終わりたいなと思います。次回のリョーガの一人ごとは、僕への Q&A ということで、YouTube コミュニティの方で、皆さんからの、質問を、募集をしておりますので、この後投稿しますので、ぜひ皆さんもしよかったらお願いします。ということで、また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。この後21時です。ぜひチェックしてみてください。バイバーイ。